旦那と別れてかれこれ4、5日になるわよ。なんかこう体の半分がどっか行っちまったみてえ。まるでさえねえな。あの旦那とは随分喧嘩もしたが、やっぱし相性が良かったんだな。どうしてやるのかな。待ってあれ、この旦那野郎め、こら。旦那野郎とは俺のことか。なんだところふざけるのも責任者でしょ。この迷惑芸妓まかに用人まで使ってこの俺を担いでくれやがったな。うん、担いだ、わからんな。ふざけなくねえろ。この迷惑おじきおっちんだから江戸に帰らなきゃいけねえとかもっともらしい伝えてこきやがって。おお、頭いさ頭いさどっちしょ。俺あん時本気で別れを惜しんだんだぞ。それをここにこと書いてこの俺を担ぎやがってよ。やこの旦那やろめてめえって何の恨みがあってこの俺を担ぎやがったんだ。さあやがれ。よく見りゃお前は記事主ではないようだな。なんだこの聞き人は何だよ。人違いだよ。人違いだと知らひんのも手下にしろ。てめえと一緒に何年も旅して歩いたこの俺が人違いってたまるけ。俺の目は節穴じゃねえ。いや節穴だ。何だと。まだわからんのか。人違いだよ。俺は花山大輝という。お前と旅をして歩いた覚えはないぞ。そうだな野郎め、妙な名前まで語ってまたまた俺を担ぎやがって。もう許せねえ。よし、どうするか見てやれ。待ちやがれこの旦那野郎。なんだまた節穴か。黙れ黙れこの。おい旦那、さっきは他でもね、この俺に初対面ずらしてよくもふざけたことを並べてくれやがった。このお前はしつこい節穴だな。誰でしょ。やい、この旦那野郎、さっきから二言目には節穴呼ばれしやがって。てめえがどうでも白を切るとそのなら
俺にも覚悟あるから、そぼやがれろ。俺はお前の親の顔が見たいよ。なんだと？ふざけんなくしょ。よし、てめえがその気なら、てめえのその正体を徹底的に暴いてやる。ほれ、くびれぶろ。なんだ、その猫がどうしたと言うんだ。しょうだめの野郎、やらせがましやがって、ちょっと待ってくれ。さあどうだこれ、ちょっと逃げねえか。しょう、逃げろ逃げろ、これどうだ。ああよし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 、あの男まんざら気印ではないようだが、お粗末の一部につけるな。びっくりした。猫出したら雲が降りてきるなんてよ。ああぶったまえた。しかし待てよ、あれやろ、猫を肩に乗っけてやったら、この兵隊つまみ上げてぷっぷっと降り上がったら、これこれってどうなってんだこれ。わからねえ、俺らさっぱりわかんねえ。これ月影の旦那やろなら猫見て驚かねえはずねえしょ。あ、そういや今の野郎の着物、北切スズメの旦那の着物とちょっと違ってやがったな。それ続けてくれ。今の野郎旦那と別人ってことなんじゃねえか。おにゃ信じらんねえや。あんなそっくそっくりな別人がいるなんて信じらんねえよ。ほら、ぶたまげた。ほら、おい、とっちゃん、茶をくんね。熱いの頼むぜ。やがった。あの、もし旦那。向こうへ行きなさい。え、俺はな、飲み食いは静かにする主義だ。静かにね。そりゃそうでござんすよ。ほら、飲み食いはもう静かな、何よりなしてね。そうでござんすとも。お前それでも静かなつもりか。え、なんだよ。どう本当に。おやじ、ちょうどいたんだ。茶は何をぐずぐずしちゃうんだ。ただいま、すぐお持ちいたします。どうもお待ちどうさま。あら、なんだこの。お客様、そのお茶は。ああ、おやじ、お前のとこの飯は煮付けが少々薄味だが、まあまあだな。へえ、さようで。で、近頃景気はどうだ。へえ、それがどうもさっぱりでございまして、今日のように3人も一緒にお客様においでいただいたのは何ヶ月ぶりでございますよ。そうだろうな、これじゃ客が来んはずだ。え、変異でもない。お客様、それはどういう意味でございます。いや、別に意味はないよ。それならどうして客が来ないはずだなんておっしゃるんで。いやな、実は俺は今日までに旅をして歩いて、親父のところのような不景気な茶店、居酒屋、旗具などからな、店を立て直すにはどうしたらいいかと相談を受けてな。まあ思いつくままにいろいろ助言してきたんだが、それがまあ8割方当たってな。8割方。それはすごい。それで方々で感謝されて大事にされているわけだ。何が8割になったで、あの子に妙な歌し方しやがって。待てよ、野郎この店で相談に乗って銭にするつもりだな。そいつ、あのお客様、さっきはそんなお方とは知らずに失礼なことを申してしまって、あのお願いでございます。私どもの相談にもぜひ乗ってくださいまし。この茶店が儲かるようにするためにはどうしたらよいのでございましょう。
そうだな。まずあの醤油で煮詰めたようなお休み処の旗を新しいのと取り替えるんだな。幸福節では客は寄りつかん。なるほど、それとこの縁台の敷物だ。こんな地味なものはいかん。もっと赤い色のものと取り替えなさい。例えばその赤などだな。はいはい、あのちょっとお待ちくださいまし。忘れるといけませんので書き留めておきますから。ああ、親父のバカ野郎、かかられるとも知らずにすっかりありがたがりやって。わかった、はい、どうもどうも。敷物、明るい色、例えば赤でございますね。さよう。それから何でございましょう。それからだな、この店の名物は何で。名物と申しても別にございませんが。いかんな、決定的な欠点だぞ。それだ。さようでございましょうか。名物は店の看板だ。看板のない店なんぞ流行るわけがない。その飲み物は何だ。甘酒よ。味はどうだ。まあまあね。よし、まあまあならよかろう。ではこの甘酒をな、この店の名物にして大いに売り出すんだ。おやじ、大きな紙を持ってきなさい。俺が売り出しの文句をその書いてやるからな。は、はいはい、すぐ探してまいります。へえ、銭とかにしちゃあの相談屋、いろいろと銀行箱だね。どうだ、これを見て飲みたくならんか。一杯で元気100倍。いい線いってるわ。いい調子。何が一調子だよな、本当に。お前は何か言ったか。いや、足取り別にね。親父、これをな、表へ貼るんだ。どうもありがとうございます。しかしお客様、この甘さの秘密は江戸仕込みというのはどういう意味なんでございます。それはだな、親父のところの甘酒は肝心の甘みを江戸の甘酒屋の本家から仕入れてるというわけだ。だからとびきり甘い。江戸の甘酒屋の本家からね。でもこんな嘘っぱちを書いて大丈夫なんでございますか。それはまあ確かに古代航空だが、店を出せのすためだ。これくらいは愛嬌のうちだぞ。さようでございますね。では江戸の本家の方の名前を聞かれたら何と申します。そうだな、両国の盛り場には甘酒屋が何軒も並んでるから、両国の大甘屋とでも言ってくれ。大甘屋でございますね。どうもありがとうございます。で元気100倍、名代甘酒、甘さの秘密は江戸仕込みだってさ。おい、なんだか美味しそうじゃない。おおやさんよ。俺たちは江戸に長らく住んでたんだがよ、ここの甘酒は江戸のどっから仕入れるかね。それは両国の大甘屋でございます。両国の大甘屋、知ってる知ってる。いや懐かしいね。そうと聞いちゃうから素通りもできねえ。そうよ、2、3杯飲んでいかなくちゃ。おやさん、早速熱いの一杯頼む。お願い。さあどうぞどうぞ。さあさあこちらへ。お客様、いや、ありがとうございます。ありがとうございます。早速売れましたよ。よかったな。しかしありもせん店を懐かしがるとは、この街道の客は調子がいいな。まったくよ、これどっちもどっちだね。お前さっきから何のブツブツ言ってるんだ。さっきから何も言ってねえつ。そうか、それでは親父、俺は行くことにするから、飯代はいくらだな。飯代だなんて、そんな滅相もない。あなた様には相談料を差し上げなければ。いやそんな気遣いはないよ。そういうわけには参りません。あなた様のおかげで早速甘酒が売れたんでございますからね。大したことはできませんが、ご相談料はいかほど差し上げたら。そうか、親父がせっかくそれほど言うなら、ではまあ飯代を一緒になっておくか。そんなことはお安いことでございますが、ただそれだけで。ああそれで結構結構、あとはうまくやれよ。ありがとうございます。ありがとうございました。
なんであの相談屋、飯だけごっそになってきやがってよ。銭目当てのたかり屋じゃなかったのかい。これとんで俺の早とちりだったね。そういや旦那やろとそっくりなご面相なんだから悪党なはずはねえよな。おい待て、貴様よくもその方で俺を突き飛ばして通ったな。突き飛ばしはせんよ、あんたは立ちはだかったから当たったんだ。何こやつ、なあみんな、こやつ俺が立ちはだかったから突き当たったんだと昔おるんだ。こりゃ面白い。まったく面白い。あれあれ、こりゃ妙な雲行きになってきやがったの。どうなってんだよ、ここら。あれ、いかん。俺とした口が薬を入れ忘れてるじゃないか。こやつ、待ってくれ。俺はな、今寿命が出てな。死ぬところじゃないんだよ。寿命は地獄で直せ。ああ、いけねえいけねえ。あの、そりゃ、シャックに泥人が相手じゃ、今に殺されちまうよ、これ。ああ、どうだろうね、もう様になれねえ、これ。おい、頼みは、頼みって何です。これにな、酒を入れてくれ。酒入れりゃいいんすよ。あのな、なるたけいい酒を入れて。いいの、おい、親父、酒だ、酒はどこにあるんだ。おい、あった。驚いたね、まったく。喧嘩の最中にひょうたに酒を詰めろなんて話は聞いたことねえや。旅人の兄さん、おかげで助かったよ。助かったよって、こっちはどうするんです、こっちは。ああ、こっちは今、始末をつけてやる。大丈夫ですか。さあ、ほい。望み通り相手になってやる。そうだよな、旦那。俺も手貸すぜ。いや、いかん。手貸すな。しかしよ、相手7人も。いや、これは俺が勝った喧嘩だ。引っ込んでろ。そうかよ。ほざいてな。くそ。よし。さあ、次は真剣で勝負といくか。なんだってんだ、慌ててずらがれやってかな、本当に。そうだね、あの旦那、お見事でおらんしたね。いや、ひょうたんに酒を詰めてくれた兄さんのおかげだよ。とんでもございません。旦那、シャクには持病だとか言ってらしたが、本当なんですか。ああ、まあ、持病のようなもんだな。どういうわけか、俺は緊張したりよどいたりすると、シャックリが出る体質でな。緊張したり驚いたりするとね、妙な体質だね。で、その状態に酒を入れてるんだな、ぴったりと止まった。いや、それってどうなんじゃ、その氷炭に、しゃくり止めの特効薬がこの平地だってわけでございますね。いや、何も入ってないよ。
入っとらんと。それがな、わしのしゃっくりはこの中に酒を入れて飲むと、これも大使と言うべきか、ピタリと止まるようになっとるんだよ。へえ、ひょたに酒を入れて飲むだけでピタリとね。それは今日はうっかりと酒を入れ忘れた。姉さんの手を借りる羽目になったというわけ。なるほど。しかし随分都合のいいしゃっくりですね。いや、俺はこれでいくことにするぞ。縁があったらまた会おう。いや、ちょっと待っておくなよ。ちょっと待っておくないったら。おい、姉さん。あ？この店に卯の花はあるか？卯の花？おからだよ。ほれ、豆腐の絞りかすで煮て食うだろうが。はあ、おからならうちには置いてませんけど。お待ちください。しかし今日は驚いたね。あんな売り二つの男が世の中にいるなんてよ。あれで相談屋の方も猫切れだったら区別がつかないとこだな。剣術の方もなかなかいけるしよ。いらっしゃい。おお、噂をすりゃ考えた。ああ、親父。お前のところにおからはあるか？おからでございますか。うん、あいにくまだ仕込んだばかりで、しばらく待っていただかないとお出しできないんでございます。ああ、あれは結構結構。出来次第頼むぞ。へい、承知いたしました。ああ、それからな、味付けはしつこくせんようにな。あっさりと頼むぞ。へい。それととりあえず酒を一本つけてもらおうか。へい。それでだ、おからができるまでのつなぎの魚だが、あれは三種味噌だな。へい、さようでございます。それじゃあな、すまんがそいつをちょっと小皿に分けてくれ。つなぎの魚は味噌でいくとしよう。へい。さすがに相談屋だけあって注文が細きいよ。あ、また早速会ったな。どうぞ。また会いやしたね。おお、もう一杯やっとるのか。だいぶ受ける口のようだな。先にはこの目がねえ方でね。旦那も相当いけそうでやつね。ああ、俺は魚次第だが、まあたしなむ程度だな。ああ、どうだ、よかったらこっちに来んか。そうだよな。まあ、一人で飲むのもなんだから、ほんじゃま、合流するとするか。しかし、ほら、油断はできねえぞ。おい、お前何をブツブツ言っとるんだ。なんでもないんです。ほんじゃま、合流させてもらいます。さあ、遠慮なく座れ。どんって。兄さんは確か、焼津のなんとか言ったな。判事、焼津の判事でやんす。おお、焼津の判事か。なかなかいい名前だ。旦那は確かこの花山。大吉。花山大吉という。まあ、よろしく頼むぞ。ちょっと、こらぞ、しっかりしまって。どうぞ。どうもこの街道はどこも水が悪いようだね。味に丸みがない。丸みがね。へえ、こしたら結構いける酒だと思ったんですかね。花山の旦那、なかなかその風の通のようでございますね。いや、舌を大事にせん人間は生きる楽しみの一つを捨てたような愚か者だよ。はあ、生きる楽しみの一つを捨てたね。そんなもんでやんすかね。こりゃ旦那野郎でだいぶ人間が高尚なようだな。なんだその旦那野郎というのは。それは実はね、あっしの以前の相棒でね、これがまた旦那にそっくりなんですよ。それで今朝つい間違えちゃって。その旦那野郎の方はね、酒と長つきは鼻がひん曲がるような代物でもガブガブ食らっちまう方でしてね。いかんな。そういう舌を大切にせんやつは人間の中でも最低だ。
まあ、旦那のようなお人から見りゃそうでやしょに、うん、お待ちどうさまでございました。おお、来たな。おからはまだできんかな。もうしばらく待っていただかないと。うん、でき次第頼むぞ。さあ、焼津の、わしの酒も飲んでくれ。一杯行こう。これ花山さんの旦那さん、どうもすいません。おっと、おっと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 。おいおい、いかんな。その下品な声と態度は、酒は静かに汲んでこそ、心よく酔えるもんなんだぞ。いや、これ、申し訳ねえでございます、本当に。いけねえな、これ。これ、とんだ高尚な旦那と付き合っちゃったよ、ほら。はい、なんだか肩が凝ってきちゃって。それとも気のつかねえことで、本当におい、おやじ、酒だ酒だ、お前早いとこどんどんつけて持って、ごめんなさい。これどうも、たびたび申し訳ございません、本当に。どうもあっしゃ人間がガサツな立ちでやしてね。あっしろとクリームまた減ってやすから、お次しやし。いや、冷えたのはいかん。暑いのまと。そうでやんすか。これやっぱしあっちの旦那やろとだいぶ違うねぐらい。おい、おやじ。おからはまだか。もうしばらくお待ち願いませんと。そうか。花山さんの旦那さん。旦那、この店に入ってた時から、おからおから言ってなすったが、そんなに好きなんてやつか。おからはいい。なんといっても酒の魚には日本一、一番だ。日本一の一番。そうでやんすかね。これは大げさだよね。いや、大げさではないぞ。酒は魚によってうまくもまずくもなるが、おからは抜群だ。それは魚として結構なものは、例えば江戸は佃島の白魚、これもいいな。卵と入りつけて海苔を混ぜてわさびをつけて食べると、実にこの酒がうまい。なるほど。わしゃ知らんをそんなややこしいことして食ったことはねえが、そんなにうめえでござんすか。ああ、うまい。それとな、将軍家の乙女側になっているので一般の口には入らんが、江戸川の紫越えのあれ、これなども一品だ。江戸川の紫越えのあれね。なるほど。それにな、桜鯛の酒蒸し、伊勢海老の生き作りなどもいいぞ。なるほど、なるほど。聞いただけでもよだれが出てきちゃうね、こりゃ。旦那食通でござんすね。大通じでやんすよ。いやだがな、今並べたものは残念ながらぐっと値が張って、どこででも食べれるものではない。そこへ行くと、おからは安直に、しかもどこででも食えて、味は抜群。これ庶民の酒の魚として日本一という言えんだよ。そういや、足もおからうめえと思ってた。確かにそうでござんすね、これ。そうだとも、おからをバカにしてはいかんぞ。庶民はすべからおからを魚にして、静かに一杯やるべきだよ。そうでござんすとも、いや、旦那と知り合ってよかったっすよ。しょ、今日までね、相棒だった旦那野郎と一緒になって、手当たりしてに何でも食らっちゃ酒ガブガブ飲んで大騒ぎしてきたがね、こんなのは下の下。自分の好みで、例えばこのおからを魚にして、静かに一杯やろう。これが最高でやんすね。ああ、その通りだ。それが通というものだ。やいずの、お前それだけ飲み込みが早ければ、すぐにでも通人の仲間入りができるぞ。足のような旅がらすが、そんな。しかし、もし仲間入りができたら、こりゃ答えらんねえぞ。いけねえいけねえ。通人は静かに飲んでたくねえ。いたいた。よかった。やっと見つけたわ。なんだおい、おめえさっき茶店にいた姉ちゃんじゃねえか。私ね、こっちのお侍さんに頼みがあってきたの。ねえ、お願い、ベニヤ一家を助けてあげて。ベニヤ一家。そう。とにかく大田黒一家っていうのはね、悪い奴らの集まりで、気に入らなきゃ平気で人殺しするような奴らばっかりなのよ。ほら、さっきお侍さんがつけた浪人たちね、あの連中も太田黒一家の用心棒なのよ。
そうか。大田黒一家の噂は俺も耳にしちゃいたが、意味もねえ難癖つけて一切り帽子を振ります。あんな連中を用心棒に雇ってんじゃ、これは噂通りだな。噂通りもいいところよ。それに比べてベニヤ一家、病気になった親分も若親分もいい人でね。だから私、見ていられなくなって頼みに来たのよ。よし、わかった。こいつはほっとくにはいかんねえよ。ねえ、花山の旦那。ああ、もうほっとくわけにいかんよ。これ以上待たされてるかなわんよ。旦那、何言ってんですよ。どうだ今頃、おからじゃないんだよ。ベニヤ一家の助っ人の話ですよ。ね、助っ人。いや、俺はヤクザの喧嘩の用心棒なんて送ってみて。旦那、これただの喧嘩じゃねえんですよ。そうよ、ほっといたら若親分も親分も殴り殺しにされちゃうのよ。そうですよ。それにお侍さんはいろんな相談に乗りながら旅をして歩いてるんだって言ってたじゃないの。私の相談にも乗ってベニヤ一家を助けてあげてよ。そうしなきゃダメなのよ。おいおい、そう無茶を言ってはいかんよ。無茶じゃないわよ。ねえ、お願い、助けてあげて。この通り。しかしだな、もうそろそろおからはできる自分だしな。え、なんとねえ、まあ、あの花山さんの旦那さん、おからなんざいったって食えるじゃありませんか。さあ、みこしあげてあげた。とにかくそのベビーエッグをほっとくわけにはいきませんからね。ねえ、どう、うん、ここよ。分のおしま姉さん。じゃ若親分ってのはこのそう、こりゃたまえた。こんなべっぴんの姉ちゃんが若親分だなってよ。おさきちゃん、そちらの方たちは。姉さん、私勝手に連れてきちゃったんだけどね。こちら花山様、それから焼津の半次さん。私、お姉さん見ていられなくなって助け出し頼んできたの。おさきちゃん、気持ちはありがたいんだけど、どうしてこんなことしてくれたの。だって大田黒一家には何十人もあの暴れ者が揃ってるのよ。私は覚悟はできています。身も知らないお方を巻き添えにはできません。あの別品の若親分さん、明日のことならそんな気がねいらないんですよ。いいえ、志は嬉しゅうございますが、そういうわけにはいきません。いえいえ、明日じゃこの姉ちゃんから話を聞いてね。そんな小木な大田黒一家許しちゃおげねってんで、てめえから助っ人買って出たんですよ。だから気兼ねはいらねえんですよ。ねえ、花山の旦那。若親分、あんたは覚悟はできてると言ったが、ここで殴り殺しにされるつもりなのかね。あんた女だてらにヤクザの親分を気取って、何のために死ぬんだ。いじっと代々続いたベニヤ一家の名を汚さぬためです。そんな無駄には要すことだな。ヤクザの意地とか名前なんか、そこらの恋仕事の価値もありゃせんよ。あ、旦那。あ、命の安売りは嫁にしてだ。36刑を決め込むんだな。その方がよっぽど利口だぞ。花山様、星間はここを死に場所と決めたのです。どうかお引き取りください。そうか、それほど死にたいならやむを得んな。あ、旦那、花山の旦那。おお、親父、おからはできたかな。おからは。お帰りなさいまし。できておりますよ。おお、それはいい。早速頼むぞ。おやじ、酒も頼むで。どんどんつけてしんならな、どんどん。旦那、ほんじゃ大田黒一家の野郎どもが来やがるまでに、日本一のおからを魚に静かにやりましょうで。静かにやろう、静かにな。おお、これ入れてましょう、いいじゃねえか。さあさあ、お待ちかねのおからでございますよ。おいしゅうございますよ。いける。味もなかなかいけるぞ、親父。さようでございましょう。あの、おかわりをお持ちしましょうか。
ちゃうんですよ。足んねえや。おい、おかわりはどんぶりで持ってきな。これが品のいい通じの飲み方なのかね。ボケが、なんだよこれボケ。まあ、分かった分かったよ。これは凄まじい上品さだね。おい旦那よ、そんなに食らって飲んだらな、体に毒だから、もうやめにしろってんだよ。何？やめにしろって。おい、まあまあまあ、いいでねえかよ。ほらほら、このボケが。お前な、二度とそんなセレブ吐きやがったら、一瞬刻みにいて、はたきの悔しいしまうぞ。じゃあ、この、うずらぼけか。うずらぼけとなんて、うずらぼけとは。甘いよ、この大バカたれ。大バカたれ、どうだな、目まで寄せやってくの。くそ、人が我慢してらずっずに乗り上がって。やい、このおから野郎。さっきはひよく飲めとかこきやがって、そのざまなんだ、この。黙らねえかよ、このバカたれが。俺はな、おから魚にして飲み出すと、自慢じゃねえか。はめ外すんだ。文句はあるかよ、このバカタレが。酒がねえよ、酒が。酒を早く頼まねえかよ。どうだ、この脳なしが。脳なしだと？くそ、よくもこきやがったな、このおから野郎。もう許せねえ。俺はてめえのような飲んだくれとの付き合いは、もう、こんにちは、おたるだ。飲みときゃ、一人で飲みやがれってんだ、このおからボケが。わかんじゃねえか。ちくしょう、たぐらいかの野郎ども、とうとう脅しさせやがって、何をぐずぐず言ってやんで。それにあのおから野郎、今度あったらよかったらぶっ飛ばしてやる、覚えてやれ、くそ。お島さん、少し横になったらよかったのに。半次さん、私なんて言っていいか。半次さんのお力添え、心から感謝しています。ありがとうございます。そんな、あしたそのお島さんのような別品に心から感謝しますなんて言われたら、あ、俺もいつくたばっても思い残すことはねえよ。いけねえいけねえ。いや、そのね、あんなおから野郎なんぞいなくてもね、大田村一家は足とって十分だ。ま、大船乗った気にておくんないよ。お島さん、どうしなすったんで。何も心配なさることはねえ。いや、今も言った通り、悪党一家はこの焼津の藩士が体を張っても追い切してみせますよ。違うんです。違う。私は生まれてから今日までヤクザの世界でヤクザのことしか知らずに生きてきたんです。それだけに昨日の花山様の言葉が、ヤクザの意地なんかそこらの小石ほどの価値もないと言われた言葉が耳に残って。何を言ってらっしゃるんだよ。あんなおから野郎の言ったことなんか気づくことありませんよ。でも意地のために殺し合いをして何が残るでしょう。お島さん、おめえさん、ドスの下を来るのが怖くなったんだね。姉さん、来たわよ、来たわよ。そこまで大田黒一家やってきたわよ。やろう。お、おさきちゃん、あんたは怪我ないように早く裏から出て。半次さん、お姉さん頼んだわよ。任しとけ。
妻、ご挨拶いるめ。妻をもらいに来たぜ。ほだばり、ベニヤ一家の縄張りは私の目の黒いうちは私たちないよ。おうかい。じゃあ死んでもらおうじゃねえか。おめえは誰で。俺が。俺はてめえたちのようなヤクザの風上もおけねえ野郎たちを一人残らず地獄に送ってやろうと思って待っていた。けえ、息のいいお兄さんよ。なんだと。貴様あの時のタガでしたな。そうよ、やいこの用心棒野郎。昨日はしゃっくり腰のおから野郎にコテンパンにされやったが、今日はこの俺がそっくりを片っ端から叩き落としてるから、それやろ。見かけた通りのヤサ男だ。悪党は遠慮なく退治する男だ。なんだと。射精撃てい。どうもありがとうございました。おかげで命拾いしやしたね。いや、その昨日は心にもねえことどなっちゃって申し訳ございませんでした。花山様、お島はバカでした。こんな騒動を起こして初めてヤクザの愚かさが、昨日の花山様のお言葉が分かりました。お父っつぁんを説き伏せて必ずヤクザの足を洗います。うん、そうか。お島さん、それがいいぞ。そうそう、忘れとったが、焼津の、お前に渡すものがあったんだ。なんでこないしょ。いや、昨日の居酒屋の親父からお前に渡してくれと頼まれた。ぐらいって昨日の勘定だよ。え、頼むぞ。頼むぞって、あのちょっと、うん、え、
なんだとおい、大崎48号、おから68人前、冗談じゃねえやろ、うん、くそ、あのおから野郎、昨日俺はほとんど無理くしねえんだよ、頭きた、やろう、こうだったらどうするか見てやるくそ。行きなら焼津の藩に秘剣は取らねえフライボー、それがどうした男に惚れた、腕も切符も腕も切符も俺の上手を行くだ。スロー人花山大吉は居酒屋の付けをごっそり回されてすっかり頭に来た八重津の判事のお兄さん花山大吉を探し出そうと大張り切り、今日の大吉の旦那は我関せずと旅籠の相談役を買って出て、大吉流山菜料理講座を一席ぶって相談料金1両をちゃっかりせしめて大前自着。ところがこの1両が偽小判だったからさあ大変、娘を連れた老取り物師、おとぼけ浪人、旅の芝居者、お色気たっぷりの旅の女、多彩な登場人物が入り乱れて事件は意外な方向に展開する。果たして我らが花山大吉、その冴えた剣と推理でよくこの事件の謎を解くか。次回花山大吉、やっぱりふざけた仲だった、やっぱりふざけた仲だったにご期待ください。